加藤敏夫は日本の官僚、内閣府政策統括官や国土交通省都市局長、内閣官房地域活性化統合事務局長を経て退官後、住宅金融支援機構理事長、東京都都市計画審議会会長などを務めた愛媛県新浜市出身、愛媛県立新浜西高等学校を経て、1976年に一橋大学小学部を卒業し、 建設省入省。都市局、住宅局、建設経済局などで勤務し、都市計画に詳しい。2001年内閣府大臣官房会計課長に就任。外務省の松尾勝都市室長が外務省報奨費から5400万円余りを横領し、競争場の購入などに充てていたとして、警視庁、捜査2課に被害届を出し、 外務省機密非流用事件として立件された。2005年都市、地域整備局担当の審議官に就任。地方都市の中心市街地活性化のため、改正都市計画法、大規模小売店公立地法、中心市街地活性化法の、いわゆる街づくり三歩の改正案策定を担当。これは、従来のあり方によると郊外に大型店が進出し、 中心市街地の空洞化が生じるため、方針を抜本的に転換し、スーパー等の出店を原則禁止とすることにより、大型店の中心地への進出を促そうとするものであった。その後2008年に都市地域整備局長に昇格した。退官後、住宅金融支援機構理事長や東京都都市計画審議会会長を歴任し、2019年には東京における 土地利用に関する基本方針を小池百合子東京都知事に答申した。ありがとうございます。